台湾鎧ジュアジはアジカに属する比較的大型の海水魚である。体長は最大で全長 60cm に達した記録があるが、通常見られるのは全長 30cm ほどの個体である。インド洋と太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息し、その生息域は西は南アフリカ、東は日本や台湾、オーストラリアにまで広がっている。 大陸法上の岩礁や珊瑚礁、砂底の湾などで見られる。同じ、鎧や地属の多くの種と、類似した外見を持つが、エラ派数、そして舌が、肺褐色であることなどから多種と識別できる。肉食魚であり、様々な種類の小魚や、甲殻類、糖足類を捕食する。生息域のほとんどにおいて漁業における重要性は、小さいが、 様々な漁法で婚格されることがある。鈴木木アジ科の鎧アジ族に属する。台湾鎧アジは二人のドイツの魚類学者、マルクス・エリエゼルブロフホとヨハン・ゴットロープ・テアイノス、シュナイダーによる大著である、百獣の画像付け分類魚類学の1801年版の中で他の多くの魚類と共に初記載された。この時の学名はスコンバー・マレバリカスであり、 サバ族に分類されている。後に、この分類は誤りだと判明し、まずは自家の銀河マヤジ族に、そして最終的には、ウィリアムズとベンカタレマーニーによって1978年に、ヨロヤジ族に移された。本種は現在までに2度独立に、再記載されている。最初は1958年に、ウィリアムズによって、カーンイズレックタピニズとして、そして2度目は、 コートハウスによって、カーニーズ・ロンイズとして記載されている。このいずれの学名も、国際動物命名規約の選手権の原則に、基づいて無効な死のニムとされている。なお、首相名のマレバリカス及び、英名のマレバートレバリーは、タイプ標本が採集された、インドケララ州北部のマラバール地域にちなむ。胸には、ムグロコ域があり、 この特徴で同族種のシートロンポロイズと識別できる。アジカに典型的な強くがは平たしたほぼ楕円形の体、そして長い背びれと尻びれを持つ。体高はあたかく、体長の約半分になる、頭頂部から後部にかけては急峻で、輪郭はほぼ直線となっている。両角に小さい重毛状場からなる痺列があり、前方の歯は、剣歯状になることもある。 第一最急のエラハカ数は上枝が8本から12本、下枝が21本から27本となっている。口は大きくシャイで開く。椎骨数は24であり、その内訳はハラシーが10、オシーが14である。背びれは2つの部分に分かれる。前方にある、短く高い第一背びれは8トゲ、後方にある、第二背びれは1トゲ、20から23難上である。 尻びれは前方に2本の有利棘があり、それを除くと1棘、17から19南条である。胸びれは鎌形になる。尾柄は細く、尾ひれは深くに差する。側線は前方で緩やかな曲線を描き、曲線部と直線部の交点は第2背びれの第12から第14南条の下部にある。側線直線部には19から36の弱い、両鱗が存在し、 側線全体での両ウロコ数は31から55になる。胸部にはウロコが全くなく、ムウロコ行きは両胸びれから腹びれまで後方に広がり時として尻びれの支部にまで達する。体長は最大で全長6 0トルに達した記録があるが、普通に見られるのは3 0トル以下の個体である。体色は背部では銀色に青灰色が混じるが、 腹部にかけて色合わせて銀白色になる。災害の上縁には黒い藩が存在する。下が特徴的な肺褐色から褐色になる。おひれや背びれ南上部、尻びれは薄い緑色を帯びた金色あるいは朝黒い色で、他のひれは無色透明である。背びれ、おひれの端は白色に縁取られることもある。インド洋と太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息する。 生息域は、西は、南アフリカやマダガスカルから、北へ、アフリカ東海岸やペルシャ湾に広がっているが、後海からは1860年にケランクス、マレバリカスという学名で記録されて、以降捕獲の記録がない。生息域はそのまま東へ、スリランカ、タイ、インド、そして、バヌアツやニューカレドニアなどの数々の太平洋の島々へと広がっている。 北は日本、南はオーストラリア北部まで生息する。台湾や日本を含むいくつかの太平洋の国々では、機種であり、捕獲の記録はわずかである。日本においては、三重県の大瀬市場で採取されたことが記録されている。本種は沿岸海域の様々な環境で見られ、一般的には、水深30メートルから140メートルに位置することが多い。 岩礁やンゴ礁でよく見られる。幼魚は浅い砂底の湾でよく見られ、やや濁った水域でも見られることがある。エスチュアリーから発見された記録も、タイにおいて少なくとも1件ある。釣り上げられた台湾鎧やじしばしば群れを作る。特に幼魚は、浅い湾で群れを作って、泳ぐのがよく見られるが、加齢につれ単独で行動することが多くなる。それほど攻撃性は強くなく、 小型の浮遊性、氷移性のオキアミやエビといった甲殻類を捕食するほか、イカや魚も捕食することがある。植生にはしばしば地域差があり、マレーシアでは多毛類の全虫を好んで捕食することが知られている。エラのロカのメカニズムに関する研究を通し、本種のロカ領域はプランクトンを 露化接触するような種に見られる目の細かい領域と大きな生物を捕食する種に見られる目の粗い領域という二つのタイプの中間にあることが分かった。このことは本種が比較的大型の魚やイカを捕食するのに加えて小さなオキアミのような獲物も露化して捕食することができることを示している。オーストラリア北部では季節によって植生が周期的に変化することが知られている。 当地では通常はエビ類を主に捕食するが、イカの個体数が増える季節はイカを好んで捕食するようになるという。繁殖についてはほとんどわかっておらず、1984年にインド沖で行われた研究の一部で言及されている程度である。この研究によれば、本種の繁殖期は2月から10月で、そのピークは7月から9月だという。 各個体は1年に1回産卵していた。生成塾に達する際の体長は、両性もに1 6 1トルであった。また、産卵数は、個体の体重とサイズに比例していた。南アフリカ沿岸の一部では特定の季節に、幼魚の群れが現れることが観察されており、こちらも1年に一度産卵が起きることを示唆している。本種は、 他の熱帯性の種と同様に比較的短命で個体群のターンオーバーは早い。生息するほとんどの地域で漁業における重要性は小さく漁業の主対象とするほどの価値はない。こういった地域でも本種が本格による漁獲量のかなりの割合を占めていることはあるが、2001年時点での本種の漁獲量は持続可能な水準にあることがわかっている。 ただし、インド及び東南アジアの一部では、本種が商業的に重要であり、他のどの地域よりも多量の漁獲がある。FAO の統計によれば、2001年の1年間で、ペルシャ湾では本種の根核による漁獲量が278トンに達したという。本種は、トロール毛サ刺ア網、ハエナワ、低地網など様々な漁法で捕獲される。 南アフリカでは釣り人によって、軽めのタックルでエビや小魚を餌にして釣られるほか、スピアフィッシングで捕獲されることもある。食用にはそれほど適しておらず、成長するに釣れ身がパサつく。大型個体では、シがてラ毒を持つ、可能性も高まる。ありがとうございます。